久保さん。まあ、近道なんですけど、近道だけど、近道を通るためには、うん、腹くくらないと近道は通れないですね。近道ってやったことがないことだと思うんですよ。近道だけどね。例えば、動画撮ったことありませんとかね。商品作ったことありませんとか、商品セールスしたことありません。でも、それが近道なんだけど、やったことないから、まあ、大変だし、うん、わかんないことだらけだし。でも、 まあ腹くくってれば、うん、なんだ、その近道も通りやすいのかなとは思いますね。いってらっしゃい。